7年前、師匠宅に侵入した強盗犯を殺害、現在逃亡中。格闘家藤巻修造。竹宮流藤巻修造だな。立ち合いを仕と申したい。俺はもう人間とは戦わない。竹宮流もとてつもなく強い。その全てを受け継いだ男はどれほど強いのか。お兄さんの中にも獣がいるの？野獣同士が食い殺し合う場所を裏の世界に作った。飢えた野獣を檻から放つんだよ。孤独へようこそ。孤独は真の格闘技世界一を決める大会だ。己の肉体だけで戦った時、最も強い武術は何か、興味があるだろう。眠れ、俺の中の狼。さあ、宴の始まりだ。俺は人を殺すために技を使った。だから逃げた。あの目から。父さん、見つめなさい己の獣を。俺はあの時逃げた俺を殺す。倒さなければならない相手がいる。